こんにちは。西武池袋線富士見台、美味しいお料理とお酒のお店、和酒ダイニング竹さん、店主竹さんでございます。3月も半ば、日中は春らしいだいぶ暖かい日差しも増えてきましたが、日が沈むような時間になるとまだまだ肌寒いというようなこの季節、何か暖かなお料理と思いまして、本日は1人前2人前ぐらいの小鍋で作るキャベツとベーコンのスープ鍋を作りたいと思います。キャベツを主役にした少ない材料で作るお料理ですが、しみじみ美味しい一品です。甘いキャベツにゴルゴンゾーラチーズの塩気がアクセントとなるおしゃれ味な一品です。ゴルゴンゾーラチーズというのはイタリアの青カビのチーズです。少し癖のある味わいです。苦手かなと思う方は入れずにどうぞ。でもこういう癖のある食材ってハマるとたまらないんですよね。私なんかもこう考えるだけでワインも飲めてしまうような、そんなチーズです。まあ私のことはさっておいて、早速作っていきましょう。キャベツとベーコンのスープ鍋。それでは材料説明です。キャベツ、本日はこちら8分の1個ぐらい、小房に分けたブロッコリーが今日は3つ、ローレル、ニンニク、顆粒状のコンソメ。コンソメの方が固形状のものでも結構です。もしなければないでお塩だけで味をしたとしても、それはそれなりに美味しいです。ベーコンの塩気と野菜の自然な甘みが出て、なかなか素朴な味で、そういったものも結構美味しいですよ。そしてベーコン、ちょっと厚めに1、2、3、4、5、6、こんな6枚くらい使ってみましょう。ちょっと目方測ってみますね。一応ベーコン目方測ったら 60g ありました。あとは塩コショウ、そんなところです。言い忘れてました。あと青カビのチーズ、ゴルゴンゾーラ 30-40g ぐらいといった感じです。下ごしらえ、作り方とも本日も至ってシンプル簡単です。まずキャベツ、本日は8分の1個と言いましたが、およそ作るお鍋の大きさに合わせて加減してください。そしてこの辺の軸の部分、完全に切り落とさないで硬そうなところをちょっとカットするといった感じで使ってみましょう。あまりバラバラにならなくていいと思います。そしてニンニク、これは半分ぐらい切ってあげるといいかなと思います。本日はこのような1人前程度の小鍋で作っていこうかと思います。顆粒状のコンソメ、ローレル、小房に切ったブロッコリー、ベーコンとお鍋の方に順次投入していきます。そして全体に軽くお塩を振っていきます。顆粒のコンソメ、ベーコンと塩気がありますので、お塩はこの時点では軽く振ってあげてください。後から加えるゴルゴンゾーラチーズにも塩気があります。薄めのお塩でお願いいたします。こちらにひたひたになる程度のお水を注いでいきます。これでブルーチーズ以外の材料が全部入ったところです。こちらを火にかけていきます。それでは火にかけていきます。まず沸騰するまでは中火から強火です。おさらいします。お鍋の中にはお鍋の大きさに合わせて8分の1ほどに切ったキャベツ、小房に切ったブロッコリー、今日は3つ、ベーコン、その下にニンニクが1かけとローレルが1枚、顆粒のコンソメを入れて軽くお塩をしてお水を張っています。周りの方からふつふつと煮えてきました。水が沸騰してきましたら吹きこぼれないように火を弱めます。
弱火のまま蓋をして7、8分蒸し煮にしていきます。5分ほど経ちました。ちょっと中の様子を見てみましょう。ここで少しお味見。少し薄いかなと感じましたので、足りない分のお塩を補ってあげます。水分が減ってきているようでしたら、お湯などを適宜足してあげてください。ゴルゴンゾーラチーズ、ブルーチーズ忘れてないかななんて心配されている方がいらっしゃるかもしれませんが、こちらのチーズは出来上がりに後から上に乗せてあげます。そしてそのチーズを具材と一緒につまんで食べるような形でも結構ですし、スープに溶かしながら食べても美味しいです。厨房の中、お野菜の甘い香りがしています。美味しそうな香りです。およそ10分弱ぐらい煮てみました。どんな感じでしょうか。キャベツも柔らかくなっています。お味見。うん、塩気もいいと思います。出来上がりです。ブルーチーズをトッピングして食卓に運んでいきましょう。キャベツとベーコンのスープに出来上がりです。こんな感じに最後にゴルゴンゾーラチーズをトッピングしてあげてください。いかがでしたでしょうか。キャベツとベーコンのスープ鍋、身も心もほかほか美味しい一品です。取り皿に取っていただいて、お好みで胡椒や粒マスタードなどをつけていただいても美味しいです。ぜひ作ってみてくださいね。このチャンネルではこういった簡単美味しいお料理、おつまみレシピや日本酒、本格焼酎、日本産のワインなどについてお話しさせていただいています。皆様よろしかったらチャンネル登録およびコメント、そしてグッドボタンの方をポチッとしていただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。それでは本日も美味しいで元気に、皆様良い一日を。